西内マリアが芸能界を干された理由。2006年にティーン雑誌でモデルを務め、2008年からは女優としても活躍。日本レコード大賞で最優秀新人賞を受賞するなど、絵に描いたようなシンデレラストーリーをたどってきた西内だが、所属事務所の社長、私はあんたたちのためにこんなに頑張っているのになんで認めてくれないの、と叫び平手打ちをした。その頃の西内は女優か歌手かどっちつかずの状況で、そんな中、事務所の方針と食い違い、唯一信頼していた担当マネージャーも退所。また月9新曲が惨敗したことで心が折られたのかも、と芸能関係者は話していた。来年からは契約を更新しないと西内から言い放ち、その後はモデルとして活動していたが、テレビでは一切見えなくなった。